グチャンネル。はい、皆さんどうもアグです。今回はですね、前回の動画でこのザ・クロックっていうコースを遊んでめちゃくちゃ楽しかったんですよね。で、このコースの作者さんの、他のコースも遊んでみたいなと思って今見てるところなんですけど、結構いろいろあるんだよね。でね、一番面白そうなのがこちら、ワンスクリーンスピードラン。ちょっとこれやってみましょうか。ワンスクリーンスピードラン。おー、すごいすごいすごい。あ、待って、今ミスってる気するけど、あー、叩いて登ってか。あ、もう時間が、でもまあ予習しとこう。で、はい、下か。で、入って、甲羅はいる？甲羅はいる？甲羅使うのかな。 OK、 押して跳ねて跳ねて押して跳ねてジャンプジャンプで入る。で、入って、甲羅はいるのか。 P 押して、あー、もうクリアか。ナイス、いいね。え、マリオ？そこでもそこでもちゃんとしゃがむんだ。ザ・ボーリング・メイズ。はい、先ほどの作者さんと同じコースやっていこうかなと思います。ボーリング・メイズだから、メイズってことは迷路だよね。はいはい、まあ普通の白コースって感じだけど、まあ、どっかにポイントがあるのかな。このさ、バブルの位置が分かってるのがちょっと気になるんだよね。拍手くれた。まあ別にコース自体難しくないし、なんだろう、これ何？下はキノコ、上は鍵？ん？はい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 、あ、特に言うことないな。OK？ まあ乗ってけってことか。はい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 。で、おお、鍵だ。鍵はいいんだけど、下降りちゃっていい？危ない危ない。はい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 。なるほどね。これ上通った方が楽だった、もしかして。その説あるな。すごいなんかあれだな。丁寧だな。OK？ はい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 。はい。ん？これはもしかしてこれ行かないとダメっぽいね。フラワーがあるのか。OK？ OK。いいね。で、フラワー取って、そんでそんで。で、乗って、使うとこありそうだな。うわぁ、これフラワーキープしながら行くのね。よいしょ。寄って、よいしょ。いいね。こういう、なんだろう、自動で動くリフトに乗って避けていくって楽しいよね。これは耐久していいかな。やばいか。危ない。あー、行かないで。あ、行けた。間に合った。危ねえ。危ない。あ、行けた。危ない。あー、当たっちゃった。これ、大丈夫か？ファイヤーはいらないか？大丈夫か？意外とうまいこと避けれてるけど。当たんないんだ。当たるんかい。で、バブルか。オッケー。音楽が音楽がなんか合ってないっちゃあれだけど。ええー、いけてんの。怖かった。ええー、あー、でゴールか。いや、これファイヤーなくてよかったんだ。うわー、なんか気になる、ここ。これ何？でも通れないよね、これ。なんか途中で鍵取ったら奥から出るみたいな感じだったのかな。 OK、 ジジイ。どっちが強い？マリオクイズ第3弾。はい、ここからは世界のコースいくつかやっていこうかなと思います。さて、1、ドッスンとキラー、どっちが強いのかってことだよね。え、どっちだろう。ドッスンの方が強いイメージあるよね。なんかキラーとかがドッスンに当たった時にドッスンが壊れるかって言ったら、そんなことないと思うけどな。どうだ？おー！オッケー！次は？
え、アリさんとブンブンか。どっちだろう。アリさんってでも弾くから、いやでもね、キャラの強さ的にはブンブンの方がなんか強キャラってイメージあるからね。どっちだろう。ブンブンかな。あ、当たってる当たってる。あ、消えちゃうんだ。次カロンと鉄球。これは鉄球でしょ。オッケー。ああカロンが、ってか完全に消滅するんだ。次はドッスンとアリヘイのでかいの。アリヘイくるくる回ってるね。これはまあドッスンじゃない。おお順調。ああアリヘイとボム、ボムヘイ、まあボム兵じゃない？なんかアリ兵って、そう、なんかこれまでのさ結果を見てみるとさ、あんまり強くないんだね。え、違うんかい。はい、戻ってきました。さっきはボム兵を選んだんだけど、アリ兵なのか。どうだ。あ、死なないんだ、強。そして次、これなんかあれだよね、ジャンプする 3D ワールドのキャラだよね。で、のこのこと。どっちだろう。なんかさ、のこのこはさ、車が壊れて、のこのこ単体になって、で、やられそうなイメージあるから、こっちのジャンプする台の方にしよっか。あ、違うんだ。はい、戻ってきました。で、車に乗ったのこのこの方が強いか。あ、倒しちゃうんだ。知らなかったな。次はブンブンと、巨大ブンブンと鉄球。いやこれさ、巨大にしてるってことはさ、ブンブンが強いって見せたいってことだから、おそらく鉄球じゃないかな。でもさ、ブンブンって3回踏まないと死なないからさ、さすがに鉄球一発で死ぬこともないっていう気もするから、周りに回ってブンブン。おい、ナイス。で次はドンケツと鉄球か。なんかドンケツってさ、あんまりなんかそういうギミックで死ぬイメージないんだけど、ドンケツにしてみる。あ、ちなみにドンケツで名前合ってますか、この子。知らないんだけど。オッケー、コースクリア。いいね。あんだけジャンプしといて一番下。ジジイ。ザ・アドベンチャー・オブ・リンクパート1。なんかさ、コースがさ、まあ2つに分かれてるってすごい対策に感じるよね。どんなコースなんでしょうか。お、すごい、なんか喋ってる。ケンって言ってる。ケンって言ってるね。ケンって言ってるね。あ、それでゼルダになって、でゼルダじゃないな、リンクになって進んでけってことか。 OK。 あ、いいねいいねいいね、こういうのこういうの。 OKOK。 まあ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 、まあ、サクッとねできそうな感じはあるけど。あぶれ、火吐くのか。なるべく倒していった方がいいね。でよいしょ、 OK。 おお、すごいすごいすごい。あー、で、これはあれか。ボム兵か。ボム兵じゃないな。ボムか。ボム乗せて、あ、違う。ん？あー、こういうこと？あ、こういうことか。ナイス。で、ここも。よいしょ。来たー。いいね、いいね。オッケー。で、ここもか。外した。オッケー。いいなぁ。なんかいいなぁ。このちょっとずつね。さあ、ヘルメットリンクか？進んでいくけど。これはあれか。縦か。あ、ボムでも倒せるんだ。で？これは？あー、すごい！ちゃんと SE 用意されてる。オッケーオッケーオッケー。いいねー。で、叩いてと。そして次が？ん？これはなんだ？これどうしろってこと？危ない危ない危ない。危ない危ない。これは？
これどうしろっていうことなのかな。こうか。これで倒してって。これ倒してっていいよね。あ、へえ、知らなかった。弓で取れるんだ。ってことはこういうこと？ああ、タイミングが結構一番上。で、ちょっと下がるから、この辺。オッケー。で、右も、一番上。邪魔邪魔邪魔。なるほど。そういうことだったんだ。弓で取れるんだ。オッケー。ナイス。おー、てかさ、あれだね。多分、この SE とかさ、BGM はさ、任天堂公式で、このマリメーカー2の中に入ってるんだね。てか、これ知らなかった。待って。マスターソードも飛ばせるんだね。さあ、次のステージ。これは？ん？あ、ブラックパップくんは、倒せるかな？これで。あ、倒せないんだ。ってことは、パウを、弓でやるということだね。オッケー、いいね。ここは？ん？あのドアは？あのドアは？あ、結構時間かかったな。ナイス？おー、なんかいっぱい来たけど。なんかすごい。あ、はいはい。危ない危ない。どうしよう。弓でやるか。とりあえず弓で。おら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 、いい感じいい感じ、減ってきてる減ってきてる、減ったらジャンプでよいしょ、きたー、ナイス。で中間取って、結構やっぱ長いね。対策だなこれは。何何何何、あ、またボスだ。どうしたらいいんだろう。どこだ？あの、上にボム兵がいて、あ、なるほど、なるほど。こっか。ここか。乗って、こうか。違う？待って、危ない。危ないよ。こうか。なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。いいね、いいね。減ってきてる、減ってきてる。こうか。これ、いっぺんにとかできないよね。待って。あぶね。上がんない。ちょっとちゃんと平行になるまで耐久しよう。で、乗ったなと思ったら、オッケー！で、カツンと。ナイス！いいね。あ、最後にやっちゃったな。いや、でもまだまだあるぞ、これ。一応、取っとくか。取って、それでそれで、あ、待って待って待って、まだまだ続くと思ってたんだけど、そこゴールだったのね。ザ・アドベンチャー・オブ・リンクパート2、はい、先ほどの続きなんだけど、急に何？どうなった？わかんない。何これ。あ、すげえ、ゼルダって書いてある。また真っ暗。ほう、何が起きてる。あー、来た来た来た。すごー、この始まり方。やば、ミッキーさんできたけど。はは？さあ、ちょっとね、この作者さんの先ほどパート1、このゼルダの、違う、リンクの冒険のパート1やってきて、2探すときに、この作者さんのコース、他のコースを見てきたんだけど、めちゃくちゃいっぱい作ってんのよ。これもね、あの、リンクの冒険の、また違う1から4みたいなやつ作ってて、それもね、機械あったらやってみたいなと思うんだけど、これまずどうしたらいい？これ、どうしたらいい？この、テレサ倒せばいいのかな？これどうやって倒すんだろう？ん？なんか滑るな。あ、倒せない。ってことは、ん？これでいい？あ、倒せた！
へえ、倒せるんだ。で、切り替わって、あそこにパウ、待って、なんか食らった。このパウを叩いて、あ、で進めるか。オッケー。やっぱ謎解きだね。謎解きが一番楽しいわ。おら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 。で、おー、いいね。いや、やっぱリンクと言ったら謎解きで進めると。オッケー。これは、ん、いや、外れちゃった。急に現実に。どっかない？あったあったあった、よかったよかった。これは、あ、これも倒せばいいのか。こうか。 OK で、これ多分上がるのか。 OK で、扉か。さてと、次は弓か。これはよいしょよいしょ。あ、同じところでいいのか。こうか。はい。え、あ、左右ちゃんと切り替わ、あ、すごい、打ち分けないとダメなんだ。なるほど。あ、もう下まで来てるわ。またやっちゃったな。またやっちゃった。あ、しかも押せなくしてる、自分で。あ、左か。なんか全てが全てがうまいこと言ってない。よいしょ。で、ヒューと。いいね。この上がってくギミックいいね。楽しい。ん？鍵か。鍵があったってことはどっかから戻ってくんのか。あ、すごいすごい。なるほど。で、次はこっち行ってと。すごいね。よいしょ。なんかさ、謎解きコースってさ、すげえ楽しいよな。なんでこんな楽しいんだろう。お、進めた。暗いな。あー、なるほど。たまに光って、これ多分入ったら、オンオフが切り替わるんじゃないかな。違う？何？中間あった。何？さっきのは？これは？あ、なんか上にいるわ。だから、パウを押してけってことか。うわ、隠れてて見えない。すごこれ。このさ、表現すごくね。え、死ぬんかい。はい、ヘルメットもらって戻ってきましたと。これすごいよね。ちゃんとさ、なんか、なんだろう、敵キャラをさ、見えなくして、ちゃんと世界観守ってる感じ。まあ、敵キャラ見えちゃったらさ、さすがにマリオだからって分かっちゃうからさ、それを見えなくしてんのすごいいいわ。だから、パウブロックを押してけってことね。オッケー。何個かあるな。オッケー？オッケー。あと2個か。はまっちゃった。オッケー。よっけ、デッド。オッケー。鍵ゲット。おお。あ、取ればよかった。今の取ればよかったね。おお、ナイス。この最後、ツタでさ、ゴール見えなくしてんでもいいわ。急にゴール来たってなるけど。ジジー。リンクスアイチェリーフィーバー。はい。ということで、また、ゼルダのリンクのコースをね、やっとこうかなと思うんですけれども、今回はアーチェリーだから弓を使って進んでいくコースっぽいですね。レッツゴー！今のところはマリオだったね。オッケー？あ、上だ。当たんね。オッケー。来た。これは、ちょっと待って。邪魔。痛っ。いいな、これ楽しい。あ、撃て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 。オッケー。撃って、撃って、撃って。上。ちょ、これは楽しい。下。上。違う。右。で、
まっすぐ、上、まっすぐ、で、まっすぐ、まっすぐ、お、すげえ、そんな感じになるんだ。で、待っての、まっすぐ、上、来たー。いいな、気持ちいいな。上向きに打った時のさ、ちょっと弓がさ、じっこゆっくりこう、目的物に向かっていくの楽しいね。イエー、来た。で、ボス、行きましょう。ボスとな。ボスといつボス、まあ、なんかかわいそうなカキクリボーいるんだけど、左右にね、しか、左右にしか自分の力ではもうどうしようもないカキクリボーがいる。あ、サンボが降りてきたけど、猫サンボが、で、押すと、じゃあまたサンボが、オッケーオッケー、よいしょ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 。あ、すげえ、いっぱい降りてくる。よし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 。で、オッケー、ナイス。あ、待って、かきくり棒どこ行った待って、かわいそうなことになってない？大丈夫？どこ行ったんだろう？見てなかった。オッケー。じじ。いや、楽しかった、これ。このコース、いいコース。めちゃくちゃ楽しかった。さすがランキング1位。